今週も初めの一歩最新話が公開されました。ウォーリー対リカルド戦の続きですね。前回先制パンチを浴びせたウォーリーですが、このまま流れをつかむことはできるのか、気になるウォーリー対リカルド戦の続きを見ていきましょう。前回のラストを駆け抜けながらの変形ボラードをもらったリカルドはさらに驚いた表情をしていました。その答えはウォーリーをリング上で見失うというものでした。読者目線、完全に尻尾が見えていて草なんですが、ウォーリーはレフェリーの背後から不意打ちをお見舞いしていく。ところでこういうのってルール的にありなんでしょうか。ちなみにミゲルはまだまだ引き出しを用意している模様。ウォーリーが変則的な動きを見せる一方で、リカルドは両腕を高く構え剣を選択。ウォーリーのスタイルはリカルドもさすがに経験していないでしょうから、さすがに1ラウンド目は得意の観察に徹しそうですね。対するウォーリーは腕を後ろに回してノーガードの意思表示、そのままリカルドに接近していくというところで1395話が終了です。このノーガードの意思としてはウォーリーはリカルドに打ってきてほしいんでしょうね。この試合リカルドはまだ一発もパンチを打っていません。ウォーリーの表情も印象的です。この試合まだ始まったばかりではありますが、ウォーリーがあまり楽しそうにしてないんですよね。同じ序盤でも一歩戦のウォーリーは最初から楽しそうにしていました。ウォーリー的にはリカルドのこの剣に徹するスタイルが面白くないんでしょうね。それを破るためのノーガードなのかなと思います。あと今回の話で気になったのが観客の反応です。ウォーリーの変則プレイに対し観客たちは怒号を飛ばしていました。リカルドは今まさにこれを考えてるでしょうね。ビリー戦で明らかになりましたが、リカルドは強すぎるあまり試合を盛り上げられないことを嘆いていました。この時はビリーのカウンターが炸裂して会場が盛り上がるも、その後はリカルドが圧倒し特に盛り上がることなく試合は終わっていきました。今もウォーリーの気候である意味会場は盛り上がってますが、リカルドはこの時のように何かをするたびすればするほど潮が引いていく、熱が冷めていくと感じているでしょう。そうなるかどうかはウォーリー次第です。リカルドが初めて本気を出してボクシング純粋に楽しめる試合になるのか、そこもこの試合の注目ポイントになりそうですね。はい、といったところが1395話になります。来週は残念ながら救済ということで続きが気になるところですが、1週間お預けですね。ウォーリー対リカルド戦で今後高確率で起こるであろう展開予想した動画を先日出したので、ぜひこちらも合わせてご視聴ください。では